まあちょっとネットで難しくて、ちょっとアプリをダウンロードした。で、じゃあこのアプリでね、日本語クイズとか、まあ、これ勉強とかね、だからこれをやっていきたいと思います。ほう、これ多分、この夜ってことだね。今夜は空港の、そう、空港の近くのホテルに泊まることにしました。泊まる、多分これか。イエーイ、よかった。オッケー。次、私の、それは全然読めない。ば、皆さんの安全を守ることです。私の役目、多分役目。やったー、いいね、これいいね。これ多分3ってことは小学校3年かな。田中さんが東京を案内してくれた。案内、あ、これ簡単だね。あ、すいません、行ったこと理解なし。めっちゃ簡単かと思ったけどダメだったね。田中さんにをお願いできますか。え、伝言伝言メッセージね。伝言メッセージってことね。知らなかった、今当たっただけ。ビニール袋がやばい、本当に読めない。割れた、汚れた、壊れた、破れたじゃない。今もう一回当たったけど、本当にラッキー。読めなかった。これは大変珍しい。です。宝石。わからない。ダメ。あー、これダメ。あのシーンが、また読めない。印象。なんか、印の印刷でしょ？で、そうだよね、多分。だけど、印象って。変だけど、印象。だねー！印象だったね。残念。夜中。これ知ってた。皆さんの協力が必要です。協力。ダメ！私なんて言った？協力。まあ、でも、立って暮らしたいです。みんなと田舎、多分田舎。田舎だけど、もう一回ラッキーで当たっただけです。日本の首都は東京です。はぁ、首都。へぇ、首都。ダメだー、やばい、私日本語は全然ダメです。私にも、責任、多分責任があります。OK。字が読みにくい。汚くて。だけどね、これなんか文章を読んで、ちょっと意味わかったから、ただ、こんな感じじゃないかなって思うけど、本当は読めない。日本の
入り口。え、ピコとプチは何？どういう意味？1億人を超えている。日本億億、これか。それ、なんとなくわかった。大型。え、おととい退院して家に戻りました。これか。ダメ。いやー、もう本当にダメなんだね。いい景色、景色ですね。景色。オッケー、わかった。これも全然読めない。バランスを考えて栄養。ダメ。あー、もうダメだ。お父さんに頼んで。これか。それなんとなく。え、地球。それは OK。わかった。それね、ラッキーでね。ラッキーで、20の中で10にしか当たってない。え、めっちゃ恥ずかしい。もうちょっと本当に最近ちょっと日本語を勉強してるけどね。漢字も勉強してるけど、今のは多分簡単だよね。多分簡単だけど、私はもう本当にダメ。まあそれでも落ち込まない。またね。また勉強して、まあ、今度ね、もう一回やりたいと思います。って感じです。あー、本当に難しい。やばい。なんか喋るだけと聞くのも、まあ、全然違う。なんか読むと本当に全然違う。意味はわからない。たまには人と喋って、まあ、なんとなく何が言ってるのかわかる。それはなぜなら、なんか顔を見てとかね、手を見てとか、それでわかるけど、なんか本当に読むとはもうダメ。本当にダメ。ダメです。まあ、ということで、また頑張っていきたいと思います。皆さん、この動画、いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。アディオス、アミゴス。